い、メイです。最速再放送かわいい。じゃあアバさんの顔文字やるね。あ、星、ちょっとみんな投げないで、みんな星は投げていけないよ。これ最近虫にめっちゃ刺される。一緒じゃん、投げちゃった星。ありがとう、教えてくれて。ビーダマ君ヤッホー。明日こちらでもヤッホー。将軍さんヤッホー。イエイ。メイさん、名刺もくれてありがとうございました。明日のワンマンライブ頑張ります。頑張っちゃうよ。もちこへの星を、もちこと滝島愛理への星をみんないっぱい貯めておくんだ。のじかヤッホー、こんばんざい。ありがとうございます。いつはまいです。一応シェアしとこ、あ、したわ、したか、シェアしたっけ。めしてやる。アンケート結果出たんだけど、アンケート無意味だった。推しメイン権大事。ハイテンションや。あ、でます。りょうへい、りょうへい、へいへい。寝ちゃうの、おやすみ。かわいいメイさん。うむしろさん、どうしたの。急に褒めてくれるやん。どうしたん。大丈夫、島田と目間違えてない。しおちと見間違ってない。最近さ、ライブでさ、ジナジュでやるときにさ、ジャンピンナップジャパンって曲があるんですけど、バンドジャパンの YouTube にね、ミュージックビデオがあるから見てほしいんだけど、しおりとさ、お手を拝借って言ってるんだけど、年々気が合ってきました。バリュー、こんばんざい、こんばんざい。だって前初披露してすぐの時に、またマーコ先生に見てもらった時はなんかポーズも違うしみたいな言われてたんだけど、もう最近はもうバチバチに合っちゃって仲良し恋しになりました。両方足軽着ないの。そうなの。アンケートしたら。でも可愛いお洋服見れるのも嬉しい。バリュー、こんばんざい、こんばんざい。なんかバリューってさ、なんとかバリュー、バリューってあったよね。スーパーかな、バリューっていうスーパーがあった記憶があるんだけど、どうだろうか。眉毛をこうやってね、どうだろうかみたいな。すごいブスな顔しちゃった。あ、ブスちゃん。今日のピアスは蝶々が生えてました。それマックスバリュー、マックスバリューだ。超綺麗なマックスバリューがさ、近い国あってさ、地元のね。急に綺麗になるやみたいな。なんか道もめっちゃ広くて、急に広くねみたいななった記憶がある。バリュー価格的な。そうトムヤホー、今日はいたね、こんばんは。私ジェリーだから。あ、違う、トムとジェリーだから。星水ヤホー、こんばんざい、こんばんざい。ありがとうございます。さみです。ちょっとリップはみ出しちゃってる。ちゅんさん、こんばんざい、こんばんざい。めいちゃん、のどちゃん、イエイ。首がかゆいのはきっと可能性、蚊がもう刺されちゃってるよ。あざできてるし、なんかすごい。自分がルームに行くとメンバーがすぐおしめのこと言ってくれるのは嬉しいものです。自分イコールおしめ。まあそれはあるよね、やっぱおしめん。でもふとした時にさ、近いメンバーからおしめんの話聞くのってさ、すごい嬉しくない。なんか私は結構メンバーの関係性とかも結構すごくこう、なんかエモさを感じてよだれ垂らしちゃうぐらいのオタクなんですけど、メンバーとの関係性も。だからちょっとなんかその急にメンバーが急にその自分のことを考えてたと思うけど、なんかこう推しメンとのこうなんか話をしてくれると、そういう関係性があったんだねみたいな感じでママみたいになる。メイさんってペンラ何色振ればよいのかい。赤かえめぐりだと嬉しいかな。
メイさんをライブで見るのも楽しみですよ。本当に嬉しいです。ありがとうございます。それはすごく嬉しい。嬉しい。緑なのか赤なのか、どっちでも全然、えめぐりか赤っていう感じですね。アンケート結果ほぼ無視で、おしめ池により一部のみはしがる、イエーイ、優勝優勝優勝大勝利、顔面国宝それな。嬉しい嬉しいよね。わかる、私も嬉しい。明日的な今日ファイトはメイ、頑張るよ良平。アーカイブ見て、 YouTube 配信もあるから。そう、めぐり、昔めぐりだったんだよ。なんか何でもやっていいよって言われ、何の色でもいいみたいな。色に決まりはなくて、基本うちらバンドジパンはそのメンバーカラーがないから、自分のなんか好きな曲を提示してたんだけど、私青がよくて、本当はでずっと青がいいって言ってたんだけど、まあ、いろんなことがありまして、過去にね。でなんかじゃあちょっと青入ってるし、お母さんが好きな色だったからエメラルドグリーンって言ってて、でなんか10人と色をリリースした時にカラー T シャツを配られた時、事務所からカラー T シャツ配られたんですけど、その時に赤だったから、そこから赤もこう振っていただく機会が増えて、だから赤とエメグリ、いちごカラーですね、いやスイカカラーと呼びましょう。泣かないもん、寂しいけど泣かないで。ラバタンこんばんは、こんばんは、ミクちゃんこんばんは、イエーイ今チートしてきた、メイタイ振ってね、メイさんは赤がしっくりきますね、すごく言ってもらう、赤っぽいよねってりょうくんこんばんは、こんばんは、いろいろあってね、そういろいろあってね、いろんなものが詰め込まれてるんだけど、いろいろあってねやっぱ初期だったからさ、私はもうこのグループの中で一番古いメンバーやから、いろんなことを知ってるわけですよ。いろんなことをね、こう、私今でも思い出す、自分がリーダーって言われた時の配信とか、なんかね、その近辺にやったミーティングというか、その1対1の面談とか、めちゃめちゃいろんなこと覚えてんだけど、すごい初めてのなんか運営さんと面談した時に、誰がリーダーっぽいとか、リーダーに適してると思いますかって言われたから、聞かれて、私は、いや私は自分ではなく、私は自分はできないと思うから、なんとかちゃんがいいと思いますって言って、そなんでかっていうとみたいな理由をこう言って、この子だとこうで、この子だとこうなるから、じゃあ私はこの子がリーダーっぽいかなって、リーダーとしていいんじゃないかなって思いますって言ったの。そしたらその日の夜にさ、急に連絡来て、メイがリーダーですよ、へえみたいな、私リーダーなのみたいなそんなことがありました、6年前。翡翠からのスイカ、生かす。明日は言えるのか、時間ないから言えなさそう、言ってね、待ってるよ。まあそうだね、インナーカラーも赤やったし、赤を背負えるのはリーダー SR メイだなと思いました。本当に、なんせこんばんは、こんばんは、ありがとうございます、 SR メイです。赤を背負いし、エサラメでも赤が似合う人になりたいなっていう気持ちはすごくあるんですけど明日のさこと考えたらさ、手汗かき始めてきちゃった、緊張しちゃうわね、もう緊張が止まらんよ。みんな、ランシーこんばんざい、こんばんざい、ありがとうございます、エサラメです。今日も気を取って、まつげ赤です。でさ、自分の顔ここまでやるさ、配信すること多いよね。こうやって配信してるじゃん、なんでかって言うとね、こっち側にねコメントがあって、それをこう読むためにこうやってやってるからさ、カメラと一緒の方向にさコメントにすればこうやって読めるのにさ、いつもこっちにしちゃって、もう慣れちゃったから大変なのよ。メンバーみんな明日を控えてテンション、いや本当によ、なんかもうね、過去一なんかレッスンでメンバーの涙を見るというか、もう私もなんか泣きそうになっちゃった今日というか毎回なんだけど、なんかやっぱさ、新しい子たちとかがさ、こうメンバーのね、もうほぼ産んでるみたいなもんだから、メンバー下の子たちは
なしゅうこたちがさ、なんかすごい大事なところを任されたところをさ、緊張しながらさ、でもこう精一杯やってる姿とか私は見ると本当に涙腺がバカになる。もうずっとずっとこうやってってレッスン中涙出てこない。明日チェキ取りますよね、お願いします。夜行バスでメイさんの顔面アップで見えてニヤニヤです。きっとその時点で周りのことをしっかり見えてるんだなと思って。いやでもなんか言われた、なんか一番あの染まってないって言われた。私人間じゃなかったからさ昔、だからさなんか人間じゃなかったからさ、あの言ったの感情とか本当に理解できない子だったからこそ、何も知らない子、その育成する時ってさ何も知らない方が意外とうまくいくことあるじゃないですか。スポンジの許容量がさ半分埋まってる子よりさゼロの子の方が水分を吸い取れるわけでしょ。そういう状態だったんだと思う私は多分だけど。僕明日早いのに、ん？徹夜かな？大丈夫？準備して。新しい子もきっと面白い子だよね。そうだね、めちゃくちゃ面白い子なんじゃないかなと。私の中ではすごいタレパンダみたいな、なんかマイナスイオンって感じの感じがする。完治まで数週間、治るよ、よかった、治るならよかったよ。髪まとめてるのに合う、ほんと？そう、最近よくやるまとめ髪、明日もやると思うよ。どっちかの部か両方の部で変な癖がついてない方が押しやすい。そう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 、そんな感じ。それもわかる。だから言われた、ね、本当に変わったねって言われる。運営さんにも言われる。今回のワンマンライブは家から配信で楽しむよ。楽しんでいきましょう。久々に下ろすのもありかなとは思ってるんですけど、悩みますね。明日まとめ髪してく？どう？悩みます。いろいろとなんかいろんな髪型見たいだろうなって思ってはいるんだが、悩んでる途中です。まとめていこうね、ホトトギス。ポワ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 コちゃん、すごい変な話しちゃった。今すごい気抜いてたよくやっちゃうんだよ、なんかよくわかんない言葉をさペラ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 喋っちゃうからさ、本当にもうなんかこういうなんか意味のない言葉をペラ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 、なんかいつの間にか喋っちゃうんだよね。なんか理由もなく、なんか喋ってないとやべえみたいな感覚に陥って、結果なんかペラ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 いつも喋ってんの。ポワコちゃんだよマジで。短すぎんか、お手紙便箋1枚だが。いや長さとか関係ないよ。でさあラメインにあなたが書いてくれたっていう事実がもう私は嬉しいから、もうそれだけで幸せハッピーです。大丈夫、ありがとう。それはそれで可愛い、ほんとポワポワ可愛い、ありがとうございます。ポワ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 してる。ポワミちゃんって呼んでください。せーの、嘘です。いやでも本当になんかこうみんなとさいろんなことをしてるわけじゃないですか。うん、そうみんなとそうなんか来てとかよく言ってるけど、私はライブ来てって。でもライブに毎こう来てくれることって当たり前じゃないなってすごい思うし、だから明日来てくれる人は私は楽しませたいなって。もちろん来れない理由がある人もいるだろうから、配信のね皆さんにも全力で届けるけど、来てくれてる人たちはねきっとびっくりすることがいっぱいあると思うし、私たちとこうね楽しいこといっぱいしましょうね。ココタのぞちゃん、あいたみあいたみが博士、のぞちゃんひきちゃん会いたい、ぽおーい、ポポポポワポワポポ。私の忘れないように今回は手ぶらで行くので思わなくてすみません。大丈夫、身があればいいよ問題発生してるの大丈夫。いやでもなんかね、もう今回私ワンマンライブマイク表だったんですけど、すごかった、すごかったです。今回はすげえ
すごいことをしているって思いながら思ってました。だからね、マイク表に当たるのは全然いいんですけど、なんならマイク表作るの早い方だと思うしさ、全然早いんですよ私多分、他の人よりもマイク表作るのは。だけどなんかその最近はさ、その新しいこっちもいろんなことができるようになってきてさ、なんかほんと成長だよね、まあ、ママみたいな感じ今。メイシリアユのお手紙便箋1枚ずつ同じずついいよ、全然どうぞどうぞ、私は渡しておきますよ、全然いいわよ。途中でマイクを投げないと間に合わない歌割りがあるとか。マイク投げないと、マイクいつ投げるんだ、え、どういうこと、そんなのあるの、どこに。そう、親子でマイク表でした。私もマイク表今回はしてましたよ。いつも今まではな、結構私ずっとやってて、なんか勝手にやってたんですけど、今はこう割り振ってって言ってくれるメンバーが増えたので係を分担するようになりました。昔はなんか勝手に作って勝手にイエーイってやってました全然苦じゃなかったからね、それがパンダフォント書きです。優しい優しい優しい、そんなことないよ、普通で。優しさはあんま持ち合わせてないかもしれない。どうなんだろう、人に対してさ優しくありたいなっていうのは目標ではあるんだけど、意外と冷たい人間なのかもしれない。いろんな意味で厳しさはある人だとは思ってます、自分で。自分にも厳しく言おうっていうあれはあるけど、自分にも厳しくはモットー、モットーモットーです。迷子にならないの、お迎え来て、あ、よかったじゃん、迎え来てもらえるのは良かった、それは嬉しいね。すごい今ね、僕が冷たい、冷たいの、みんな冷たくない、みんなメイのこと応援してくれてるだけで大丈夫、冷たさを感じてないから大丈夫だよ。暑い、あ、やばい、足に書いちゃった。明日見に来てくれる人は私の太ももに黒いペンがついてても何も言わないでください黒いペンがついてるかもしれない、なんてことだっていうね、なんてこった、黒いペンがついてしまったっていう、黒いペンついちゃった、どうしよう足に黒いペンついちゃった、そして虫刺されがかゆい、しかもね、なんかね、近隣で食われてんね、今こうチュッって言って、太もも、私意外と全部見えるんだよ太もも、なんかスカート回るとプワッてなるから。配信では優しくて出れてくれるし、ワイも出れるけど面と向かうと恥ずかしくて普通になっちゃう。いつも通りで待ってます。僕の場合冷たいというよりかは素直じゃないだけです。そうなの、一緒だね。油性ペンアルコールで落ちるよ。あ、でもお風呂入るからどうせ大丈夫。お風呂でゴシゴシします。まめっちゃ痒いんだけど。なんで、なんか帰り道にさ、なんかソーダみたいなやつ飲んでた一緒に飲んで、なんかブルーハワイソーダみたいな、なんかさ、何、帰り道になんか足かゆいなと思ったの、パッて見たら足に刺されてるって思って、でも今日の家出る時までにはなかったから、で今日雷すごかったね、大丈夫だった、みんなの住んでるとこは大丈夫でしたか。マックのストローに見えた？マックのストロー、ストローはストローだよ最近はいろんなのマック食べた、でも今日急にまおっきい雷、いやめっちゃ雷すごかったよね今日。でも私雷さ怖いっていうタイプの人じゃないんですよ、実はでもないけど、
雷へっちゃらなんだよね。どんがらがシャーってなってもウェイって感じで終わっちゃう。なんか女の子らしさがあんまりないんですけど、でも理由はあって、あの石川県雷すごいんよ。だからなんかもう慣れちゃって、なんかバグってるのかもしれん感覚が。それはさ、あんまりさ雷をさ経験してない人やったらすごいさ怖いってなるかもしれんけどさ、私もう雷もう冬とかさ授業中ドンガンチュードン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 ガンシャカバンバンバンみたいな感じだからさ、石川県雷の量日本で一番なんですけど、嬉しくない。日本の一番ですね。降水量も一番だし、それ天気悪い天気悪い県なんですけど、基本的にはあの本当に雷の量がすごいんですよ冬。特に冬、乾燥してる冬は本当に雷がどん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 バン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 、うわーみたいな感じだから。メイタン、はい、メイです。石川県の11月ぐらいの雷好きじゃない？すごいよねあれ、バン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 みたいな。授業集中できない、白月貯蓄してるの今。おへそ座らないように私今ちゃんとインナーをしっかりとズボンの中に入れてる。晴天でめっちゃ暑かった。嘘、すごかった。東京台風が来るからなのかわかんないんだけど、すごかった。ドンガラガシャンバンバン。明日筆箱持ってった方がいいかな。何がやばいって私次の日の1日のセットリストもやばいんよ。やべやべ、メイジーだけ枚数。ヘミちゃんは石川県に絶対住めないと思う。将来旦那さんが石川県住もうって言ってもやめとけって言っときますね。伝えとくわ。石川県は雷発電できるんじゃないかって思っちゃう。すごいよねあれ。明日のおやつ1個あるよこれ。忍者飯、しかも梅味、梅かつお忍者飯、これを食べて頑張ります。私は明日でもこういうのばっかちま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 食べてる美味しいよね。やばい、明日緊張してきた。そわそわするもん。明日みんな来てくれるの待ってるので、あ、暑いから皆さんちゃんと飲み物だけはしっかりと飲んで、熱中症とかならないように気をつけてくださいください。体調管理とかもしっかりしてもらって、ちゃんとみんな今から寝るんだよ。私もみんなの明日の体調を持ってそろそろ配信を終了しますね。だからみんなちゃんとね、ちゃんとだよ、ちゃんと寝るんだよ。わかりましたか？はい、いい子です。みんなさんのハイが聞こえたのでいい子です。石川県は能登で野生のイルカを見たのが幸せになれちゃうね。それ明日頑張ります。明日的な今日だけども、はい、寝るとは寝る政権好きチュッしました。はーい、はーい、ちゃんとアーバスに寝るんだよ。ジス君と仲良し恋して来てね明日行きますね、待ってます。アイス食べたら寝る。アイスちゃんと食べてね。アイスは私今日食べた、食べたんかいっていうラバタンおつかおつめちゃん、はーい、はい、みんな明日の準備します。私もありがとうビーダマク、このコメントがなかったら私準備しなかったよ。ほわお疲れ様、配信ありがとう。はい、今起きたところは頑張って寝よう、頑張ろう。大好きだよ、ありがとう、つめた。またちょっと長時間で今度配信するから、その時はよろしくね。以上、安原めいでした。バイバイ、明日ね、バイバイ。これはお風呂明日に入る。わかんないよ、まだ。まだわかんないよ。おやすみなさいでした。バイバーイ。